ルブロンオオツチグモは、節足動物クモツナクモモク、オオツチグモカに属するクモの一種である。南米の熱帯ウリン帯に生息する。世界最大のクモとして知られ、体長は10センチメートル近くになり、足を広げると、幅20センチメートルを超える。最大級個体となると、広げた大人の両手の平らよりも大きい。体色は褐色がかった赤色。 体中に身を守るための刺激網を生やし、危険を察すると腹部の刺激網を蹴り飛ばす。天敵に世界最大の蜂であるオーベッコウバチがいる。世界最大の蜘蛛であり、性質は攻撃的。人間に対する毒性は強くないが、体が大きくハサミ角も大きいため、噛まれると小型犬に噛まれる程度の怪我をする。 刺激毛が目や粘膜に付着した時や噛まれた時の痛みも相当に激しい。飼育下ではマウスやコオロギを食べるが野生では各種昆虫やトカゲやカエルなども捕食しているとされる。熱帯ウリンゲン酸なので温度と湿度を十分に保つ必要がある。本種の他にも世界最大のクモの候補がおり、近似種のゴライアスピンクフットバードイーターと アフリカ産のサントメジャイアントオリーブバブーンがいるが、一般的には本種が最もよく知られている。コライアスピンクフットバードイーターは、名前通り、容体はつま先にピンクの目立つ模様を持っているが、生体になるにつれて薄くなる。本種よりも大型化すると言われている。ありがとうございます。